エンドカは、征服した町や土地に二度と人が住めない土地とするために、塩をまく、呪いの儀式。古代近東で生まれ、中世の様々な民話のモチーフとなった。塩分を含んだ土で育つ植物がほとんどないことを元にした儀式であるが、実際に土地が利用不可能になるほど、大量の塩がまかれた例は確認されていない。敵の都市を滅ぼし破壊した後に、 その土地を清め神に捧げるため、またはその都市を再建しようとする者のを呪のうために使用。幕という習慣は古代オリエントで広く行われたが、塩を用いる理由については、当時の資料からは、よくわかっていない。ヒッタイトやアッシリアの文書には、ハットシャやタイド、アリンナ、フヌサ、イッリド、ゥ、スーサなどを滅ぼした、諸都市に塩や鉱物、雑草の種をまいたという記録が多く残されている。 旧約聖書の詩式では、紀元前1050年頃に、イスラエルのアビメレクが、自らの本拠地シェケムで起こった反乱を鎮圧した後、この町に塩をまいたことが記されている。このことから、エンドカは、ヘーレムの儀式として用いられたと考えられている。19世紀以降、多くの歴史著作で、ローマ帝国の将軍スキピオ・アエミリアヌスが、紀元前146年の、 第三次ポエーニ戦争でカルタ語を滅ぼした際、カルタ語史をエンド化したという記述が見られる。確かに当時の文献はいくつかの都市に象徴的に使用がまかれたと言及しているが、それが特にカルタ語史であったと述べているものはない。カルタ語史滅亡の物語は、シェケムのエンド化をもとに後世に誇張されたものであると、される。年、コロンナの反乱を鎮圧し、 パレストリーナを破壊した教皇ボニファティウス八世は、アフリカのカルタゴの孤児のように、パレストリーナをエンド化するよう命じ、実行した。とはいえ、ボニファティウス八世は、世は、古代のアフリカのカルタゴのようにそれを耕し、そこに塩を植えた、と述べており、彼が、カルタゴはエンド化されたという認識を持っていたかどうかは、断定できない。 他にも中世イタリアの都市がエンド化されたという記録がいくつか存在している。例えば、粉俗のアッティラによるパドバ、神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世によるミラノ、フィレンツェ共和国によるセミフォンテなどの例があるが、これらは現在ではいずれも史実とみなされていない。1370年頃に成立した英語の女子史、イエルサレム法尉では、ローマ軍司令官ティトスが、 イエルサレム神殿をエンド化したという下りがあるが、フラウィウス・ヨセフスのユダヤ戦記には該当する内容は見られない。スペインでは、反逆者が処刑されその家が取り壊された後、その首をパイクに刺して晒し、反逆者が所有していた土地をエンド化した。アベイロ公の罪を晒した記念非同様の処置はポルトガルでも見られた。1759年、ターボラ事件で、 ジョゼイ一世に対する陰謀に参加した罪で、アベイロコのリスボンの屋敷が破壊され、領地がエンド化された。サンタマリアデベレンに残る彼の罪を断劾した、石碑には以下のように記されている。ここは、アベイロコなどの栄誉を剥奪されたジョゼマスカレナスの屋敷が、さら地にされ、エンド化された場所である。最も高貴で聖なる人物である主君ジョゼイ一世に抗うたくらみに加担し、 野蛮でまわしい運動の指導者として裁きにかけられた。この悪名高き土地には、いついかなる時も何者も建ててはならない。ポルトガルのブラジル植民地では、ミナスの陰謀の指導者、通称チラデンテスが被告人に対する判決文に従って、公主刑に処され、家が略奪されて、この床の上に再び建物が建つことがないようにしよう、巻かれた。 チラデンティスの遺体は分断され、防御が行われたといういくつかの地で晒し物に、されたばかりか、子供たちは財産や名誉を奪われた。ギリシア神話では、オデュッセウスがトロイア戦争への参戦を祈って、狂気を装い、馬と牛に首気をつけて、地を耕し、塩を撒いたとする話がある。第三次ポエニ戦争とエンド化。ありがとうございます。